はい、皆さんこんにちは。テリオンのゲームのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで続きやっていきましょう。スタイリッシュ戦国アクションゲーム戦国バサラ4スメラギということでやっていきましょう。皆さんこんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。はい、ちょっと今ね、病気療養中ということもありまして、あまりね長時間実況できないんですが、それでもですね、皆さんからですねご愛顧いただきまして、2022年のですねこれ8月ぐらいに撮ってるんですけど、130名以上のですねサポーターの皆さんが登録していただいているといった状況になっております。引き続きね、サポーターの方、チャンネル登録してくださる方募集しておりまして、2022年には1000名目指しております。2023年に投稿していることになってね、どうなってるか分かりませんが、1000名超えてれば1000名以上、超えてなければ1000名目指して頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで Hello everyone, my name is Terion, I am a game driver, I've posted a lot of videos so far, I've been playing live for about 3 years but I was sick, only couldn't play for about half a year, I'm aiming for 1000 subscribers by the end of the year, I would be grateful if you could support me for the recovery of the illness and for the continuation of the gameplayPlease support me by subscribing to my channel. うん。ということで行きましょうか。今回もね、島左近さんに行くんですけど、もう行ったことがあるね、ルートばっかりになっちゃって、でどうしようかなって感じなんですけど、ルーレットを外しておきますね。で、まあ、儚し果実、これも言ってるけど、まあ今回ここにしましょうか。お尋ね者もいるしね。で、合戦準備なんだけど、まあ装備品はまあこのままで行きましょうか。そんな多分、変える必要もないと思うんで行きまーす。はい、ということで合戦行きましょうか。左近かっこいいね。左近、入ります。さあ、儚し果実行きましょうか。さあ、かっちゃんとね、としげさんのとこにね、混ざっていくということで、これね、多分ね、長宗我部元親が1日目に戦ったルートと一緒だと思うんですよね。おっ、なんか技が変わってる気がするな。こんな飛んでいくパターンだったかな。とし家様、あなたと私はすでに離れた小袖にすぎない。そうはいかん、前田へ来い。お前を終わりに残してしまったこと、直せてくれ。そうそう、こんなこと言ってたよね。止めはしねえけどさ、その話まとまりそうもない感じだろ。コンボがね、かなり繋がるんだよね、左近くんはね。島のよいしょ、行って。ここでも敵が強いんだよね、確かね。すげえね、長宗我部ね、1戦目でね、元近さんがね苦戦しまくったの覚えてる。命じられていない。よいしょ、行け。ちょっとどっちか先に倒さないとね。あなたがここで引かぬとあれ、クジョ侵入者と共に切り捨てるまで。思い出せ勝家、かつてのお前を、それがしと共に歩んだ日々を。かつての深く地中に埋まりし覚え石。さて、強いね。通常攻撃だけでね、左近ちゃんは強いね。私は苦物だ。4、5発目かね、6発目ぐらいのコンボ技がめっちゃ強いから、それで結構削るね、左近はね。それがしは諦めん。また必ずお前の前に立ってやる。さあ、島左近勝利しました。さあ、ドラマルートとアニメルートが多分ね4戦目ぐらいから出ると思うから、次かぐらいで出るんじゃないかなと思っております。豊臣の左腕に近しい島左近、まあこんなもんでしょう。かっこいいね、儚し果実に触れる島左近。はい、ちょっとね、まだ今日寝起きで撮っててさ、なかなかちょっと声が乗ってないところもあるんですけど、頑張ってやっていきましょう。よっと、おお、またまたいい出目、今回もいただきっしょ。しかしお前とも長い付き合いだよな。俺みてえなろくでなしによくついてきてくれてんよ。感謝してるぜ、マジでさ。お前がいなけりゃ今頃俺は。左近、鉄錆を即座にやめろ。私に切り刻まれたいならば続行を許可する。はい、やめます、今すぐやめます。
おい、お前のせいで怒られちまったじゃねえか。飛んだ疫病神だっての。ったく。うん、じゃあ次の合戦場に行こうか。お前のせいで怒られたとか言うけどさ、人目線にするんじゃないよ、サコ。おかしな鹿と少年がおりまする。鹿の助をね、本当にいっぱい出てくるんだけどさ、なんかこうイメージ的にさ、鹿の助のこのイメージさ、なんだろうな、なんかちょっと知り合いにこんな感じの人がいるっちゃいるんだけど、でもなんかイメージ的にはね、この鹿の助の役をね、俳優でやるんだったら菅田将暉さんかなっていう感じがしますね。お、これ初めてだ。天空日輪飛行進軍だって。これ行こう。まあ、かっけえ元成。誰がお尋ね者を倒すか、一丁かけようぜ。さあ初の、あ、ドラマルート来ちゃったか。どうしよう、冬要塞天空日に行きたいけどな。ここはドラマルートだったら行くんだけど、島左近誕生の国、あーどうしよう、あーちょっとこれは天空日にはまた別の機会行きましょうか。ドラマかアニメかだけど、誕生の国ちょっと気になるな。アニメルートだとね、アニメが見れるからアニメ見たいんだけど、でもこう誕生の国気になるから、こう行こうか。さあ戦友が変更されたということで、誰になったのかな。前田刑事刑事240か。刑事そんなでもないんだよね。さあ武器見ていこうか。そこそこ強い武器があればいいんだけど、まあレアい武器もそんな言うて強くないからね。根性、基地強、106、117、強いね。根性がどういった効果かな。そうそうそう。だから結構ね、今まで声張ってね、ずっと録音してたんだけど、マイクそんなに声張らなくても声入るはずなんで、それで結構ね、体力使ったりしてたんで、よろけにくくなるか。っていうのもね、その、あれが使えなくてさ、今。経験も入ってるし、まあ、このまま行こっか。今、イヤホンが使えないからさ、イヤホンなしでずっとやってると、自分の声がね、どれぐらい入ってるかわかんないから、割とね、声張っちゃうんすよ。あれ？この場所は？懐かしいってほど昔じゃねえけど、ここで、今の俺、島左近が生まれたんだ。そう、あの日俺はこの手で祭を振った。一世一代の大博打ってやつだ。三成様、覚えてくれてるかな。俺が生まれたあの日のこと。映画関ヶ原でも描かれたシーンかな、これは。入ります。関ヶ原でもですね、左近をですね、口説き落とすシーンが描かれているんですけどね、三成がね。あ、いきなり三成と勝負か。私が何者か、うわ、知った上での愚行か。ああ、知ってるさ、豊臣の左腕だろ。なぜ私に刃を向ける。豊臣にあだなすつもりか。あんた相当腕が立つそうだな。それに冷酷だ。さてこれね、通常攻撃と三角を組み合わせた方が強いね。俺を殺してくれるだろう。無慈悲に、無残に、容赦なく。貴様は私に殺されたいと。どういうこっちゃ。左近、なぜ殺されたいんだ三成に。まあ命を張ってるって話さ、この賭けに。賭けだと。そう、博打だよ。生きるか死ぬか、俺とあんたギリギリの命のやり取りだ。命のやり取りでさ、そんな余裕の表情でさ立ち向かえないよ。よし、やっちゃうか。みっちゃん、ごめんね。なんで俺。
死を拒絶するくらいなら初めから挑むな。かっこよ。怖くなんかねえよ。あの日のうのうと生き延びた俺が今さら死ぬのを怖がるなんて、そんなのイカ様すぎんだろう。貴様の心情など知る由もない。秀吉様のために死ねる私には縁なき話だ。秀吉、豊臣の大将。あんたずりーよ。それ、あんたみたいな生き方を俺にもさせてくれよ。揺るぎない心、どこかあの男を思い出させる。貴様、名を何という？キヨ…いや、サコン。サワンのそばにいる男、島、サコンだ。さあ、ミツナイとの出会いね、描かれてもいましたが、まあ実際はこんな感じじゃなかったと思うけどね。うん。さて、ドラマで言うと第5戦、静ヶ岳織田千平進行でございます。さあ、そのまま行きましょうか。うん、勝家の撃破。俺はあの日明日をつかみ、今ここにいる。そしてこれから会いに行く男は昨日の俺そのものだ。過去に取りつかれ、前に進むことも後ろを振り返ることすらかなわない。ただ死んだように生きていたあの頃の俺。三成様、すんません、ちょっとだけ寄り道させてください。サコン、入ります。さて、勝家と面識はあるのかな、サコンはね。あれは豊臣のもの、つまりこちらの覇王暗殺、その企てはすでに露呈しているのだ。勝家、あんたは俺を知らねえかもな。申し上げます、現在の我が軍には応戦する兵力もございませぬ。援軍だ、援軍を呼べ。さあ、織田軍先兵隊援軍要請。陣を奪って黒の牛を止め、援軍到着を防げ。黒の牛が出る罰印の陣を奪い、敵の援軍を防ぎながら有利に戦い、全ての陣を奪えば本陣への門が開くぞと。またも損じてしまった。うん、もはや信長様より死を賜るのは確実。けど俺はあんたをよく知ってるよ。さあ、なぜ知ってんだ。上は自害して立て。うおーおーお詫び申し上げるほかなしか。あの頃、どん底を這いつくばってた俺はあんたをずっと見上げてたんだ。あなたがいくらあがこうと、俺の外科に変わりはない。何今の技、左近。戦艦隊の到着です。なんか急に新しい技出たね。九死に一生とはこのことよ。ほい、よし、急ぎ体勢を立て直すのだ。長押しでいけるのかな。さすがは明智様だよな。きっとこうなることを見越して、長押しはそうでもないか。上か。あ、上だね。上とこれ押したらこう回転するね。上と長押しでスタイリッシュアクションだね。下は入社を夜道の友連れと一緒か。正直ネタにしたよ。殺してやりたいくらい。うん、それほどあんたは眩しかった。おお、勝家さんのことについてなんかやたらと語ってるね、左近がね。あんたは眩しかったってね。よいしょ。さあ、左近行くぞ。増援部隊をとにかく呼ばせないようにということで、罰印のついた陣を奪いに行けと
いうことで今陣を奪いに行ってるんですが、をかぶせよいしょ。最上の煙を宝ではリヌ、うん、さあ、尾張よりの織田援軍が来襲いたしました。これね、この織田援軍を使ってルートを確保していく感じだったよね、確かね。恐れるものなどなし。おっ、さあ、左近のこの回転技遅くはない。でもね、強いんだけどダメージ受けちゃうんだよね、左近ね、これね。だから俺は今のあんたを、こりゃついてる。さあ、ドラマルート、最後までね、とりあえずやっていこうかなと思ってんだけど、どうかな、いけるかな。病状がね、なかなかちょっと安定してないっていうのもあって、なかなかこうね、あ、エルスチャス三角、おお、サコン嵐、いいね。そうするとここからそっちに行くときにこれを利用していかないとうまくいけないんだよね。形だけでもしておくべきか。サコンちょっと下がるからね、後ろに。ちょっとやりづらいところはあるよね、正直ね。あー、サコン嵐強い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 連続してしかも攻撃が入って、その間にもダメージが当たってるから、自分がその攻撃、そのサコン嵐してる間にね、もう一回自分が攻撃できるから、まあいい技だよね。コマンドに関してはね、割と丁寧に入れていかないとね、これね、ロックオンがなさそうだからダメージが入らないんだよね、割と丁寧に入れていかないと。よし、ほい。あれ、サコン嵐しか出なかったの、急に。見え切らねえのは最低だし、立ち止まんのも最悪だ。迷った時は度胸一発。あれ、奪われてるか、ジン、また。よし、さあ行くぞ。さて、こちらのものを壊しつつ前に、佐久間信盛さんを倒すと。私より先に行ったか。そうか、それは良かった。どういうことよよし、ここを登って奥の陣を壊しに行きましょうか。ほっ、味方分隊撤退。よし、さあ、陣大将を倒していきましょう。よし、どりゃー、うん、こうして頬を詰める。暗い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 、お前ら暗いぞ、もうちょっと明るく生きようぜまあ私が言いたいことでもないんだけどねよし、そしたら OK。 おっ、おっ、ただの刃を交えるのはしばしの後となる。なかなかこれも、よいしょ。さて、全部破壊したけど、破壊したその先から陣地奪われてるから、これは困ったな。しっかり陣を守り抜くためのあれをしとかな、策を講じておかなくちゃいけなかったね。こういう武将が残ってるとさ、取られちゃうんだよね、結局陣取った後に。だからある程度敵を倒してから行かないと、陣がね、奪われちゃうから気をつけないとね。ほら、かなり奪われちゃってるし、今やっちゃったな。織田先兵隊のここはちょっとそういった意味合いで厳しいね。さあ、戻ってまいりましたよ。まだ本陣が空いてないね、これね。私に尽くす必要などない。よいしょ。あ、でも奪い返したやつはそんなにあれだね、陣大将とかも強くなってないね。まああと1個ぐらい壊したら多分悪っぽいから。よいしょ。あんた
バクチには向いてなかったよ。うん、さあここ壊したら開くんじゃないかな。おっ、あんたバクチには向いてなかったよ。カツイ見えるのか、この惨状が貴様には見えぬだけなのか。鬼か天狗か、いずれにせよ。さああと一箇所だね。さあ他の陣地ね、奪われないうちにさっさとこう回収しに行きましょう。まだいるね、ガモーさん。この辺りちょっと倒しておいた方がいいね。滝側のカズナスさんかな、そこにいるのは。よし、こいつも倒しとこう。でまだね、シミュレーションゲームとしては三国志と、あと、ああ奪われてる。でまああと一個壊したらいけるでしょ。三国志と信長の野望まで残ってるからさ、いっぱいできることはあるんだけど、うん、でもね、またね、GT7 とかもね、ちょっとゲットしてしまったので、イタストとかね。私は明智光秀、うん、誰よりも信長公を慕う者、たとえそれが異なる夢の中であろうとも。さあみっちゃん来ましたね、明智のね。さあみっちゃん倒して本陣への扉を開けということで、今どこにいるか、みっちゃんはどこにいる、あ、後ろにいるか。私相手の異性など見る影もなしか。さあ光秀、さあ蹴りで応戦しつつ吹っ飛ばしてみっちゃん倒していきましょう。ほい、まだ引き時じゃないのか。さあ森さんも出てきてますが、裏で何をなさっているのか。そうだからね、結構そ の運ならば YouTuber でさ、ムンリー先生っていう方がいらっしゃるんですけど、歴史のね、結構本とかを出してらっしゃる、まあ、高校の先生でかつ、YouTube やってらっしゃるという方がいらっしゃって、その方とですね、ライブ配信にちょっと行ったことがあって、質問したことがあるんですけど、まあ、一冊の本を作るのにどれぐらいかかるんですかって質問したら、大体さ、まあ、子供が生まれるまでってとつき10日とかって言うじゃないですか。それぐらいはかかるみたいなこと言われて、一冊作るのにまあ10ヶ月ぐらいかかるらしいんですよね。まあ、それはまあお仕事されながらっていうのもあって、めちゃくちゃ大変だからそれぐらいかかってるっていうのはね、まあ、あるとは思うんですけど、いやでも本当にね、10ヶ月かかって一冊の本作り上げるってなると本当大変だよね。まあ、学術書に近いものだからさ、それぐらい時間かかるというのはまあわかるんだけどさ、まあ多分最近そのベストセラーみたいになってさ、パパって出てるようなやつってさ、あれなんですよね。さーて、うん、あんたは藩か町か。入ります。へっ、私、俺、なぜ私が動かなかったか、うん、だと。死にゆく味方を助けろ。一発やられた。命じられていないがゆえ。やべ。危ね。何この負のオーラ。想像以上に惨状。うわ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 。今さら生き恥を上塗る。救援求め。嘆く。よいしょ。ないか。どうやって救援したいんだこれ。よし。うわ、私にもよいしょ、一発やられたもんね今ね、やばいね。お前を殺して、初家、私も死ぬ。意地の張り方間違ってんじゃねえ。俺を殺すってことは勝つ気でいるってことだろ。そいつは一部の希望ってやつじゃねえのか。うん、希望、この私、あんたさ、本当にもう二度と這い上がらねえつもりか。さあ来いよ。決めた。俺はあん
方が這い上がる方にかける。いて、そのような賭けは成立しない。お前が勝っても負けても私は死ぬ。なんだよそれ。死ぬんじゃないよ勝家、死ぬんじゃない。やはり私は私はお前のようには勝てないのだ。なんで最初から諦めてんだよ。勝ち目のねえ博士も人生もこの世にはねえっつも。はいっと。見てみ勝家、あんたが上手じゃん。私の勝ち。そうよ、軽いもんだろ。どんなに明日が見えなくても一歩踏み出してみりゃどうにかなんのさ。行くぜ勝家。どこへ。あんたが明日を求められる。昔を振り切れる大博打を打ちに行くのさ。やっぱり気持ちだよね。気持ちが落ち込んでると何にもできないもんね。どうやって気持ちを振り絞っていくかだよね。さあ行きましょうか、次の合戦場へね。最後だね。さあ、A6 の宮ということで、最後の最後は吉輝さんのところか。まあやっちゃおうかな、そしたらね。まあ能力値はこのままでいいでしょう。いくよ。私は一体何をしているのだ。失敗はしたが任務の最中だというのに。え、任務？どんな？それはもちろん豊臣秀吉の暗殺。マジで？あんたそんな物騒なことしようとしてたの？お前は私を阻止しに来たのではなかったのか。では何のために来たというのだ。いやだからあんたのためなんだってば。まあなことはもういいや。秀吉様暗殺は諦めてもらうけど、代わりにどでかい手柄立てさせてやんよ。サーコン入ります。うん、さあどでかい手柄とは一体どんなものを立てさせてくれるんでしょうか、島サコンさん。どうよ勝家、翔さんは。お前が誘った博打だぞ。だがここまで来ててめ坊主となる気もない。分かってんじゃねえの。大丈夫、若い二人の運は伊達じゃねえってな。おお、かっこいい。いつになく上機嫌だな帝よ。あのアコードが今一度心を燃やし堂本のもとへたどり着いたのだからな。さあ盛大に迎えようではないか。限ろえって言わないのかな。将軍義照公の御所だ。あら、義照公の御所結構大変だなこれ。じゃあクリアするまで多分かますえ。かます。完全なる男帝よ、あとわずかの時だ。しばしそこで待っていてくれたまえ。松永久秀がさ裏切るんだよね。さて黒の太鼓陣、足からに主攻だな。せっかくだ、少し付き合ってやるとしようか。さあ分隊兵長、ちょっと強いねこの辺り敵がね。
そう、邪魔ですよ。ほいと。よし。ほっ。さあ、とりあえずやっていきますが、結局こうやって普通の通常攻撃でコンボつなげてる方が勝てるからね、この人。なぜこの時。さて、赤の太鼓陣、黒の太鼓陣が出現しました。停止する扉の色を予想して陣を壊せ、停止する扉の色を予想してどちらかの太鼓陣を壊せ、壊した陣の色と扉の色が合えば有利に進められるぞ。くそ。うん、暴落表のアングラ王とそしらばそしれ。どっちを壊せばいいの、赤と黒。黒、さあ栄力の陣、これは赤が止まったんじゃないか。祝福だ。外れちゃったな。見事引き当てた K へのね。うん、 K には風魔を送ろう。果てとなり果ててくれたまえ。さあ風魔を送れ。それではまるで褒美ではないか。まあそれはさておき、次なる主力は。うん、よい。優れた技あらば貴様もヨシテル様の糧となるがよい。いて。その方面白を生きたな。うん、そうそうね、その本の出し方の話なんですけど、やっぱりちゃんと一から作っていくなるとむちゃくちゃ時間かかるんだけど、やっぱそのトーク話した内容をさ、ライターさんがまとめてそれを監修して本に出すみたいな感じ。うん、よくひろゆきさんとかさ、あと対談系の感じの人で本出してるとか、年間の本数出す冊数が多い人とかは、まあそんな感じで結構やってるっぽくて、要はまあインタビューされたやつをまあ文字に起こしてくれるライターさんがいて、それをまあ編集者が後で本人とすり合わせて作っていくみたいな作り方。まあ、それやっていったらね、結構その早くできるみたいな感じで。私は博打を打ちに来たのだ。あ、今回黒か。相手をしなくていい。あ、敵中？あ、来た。最後さ、その時バーンと命張りだ。よし、おお。ウーバン小判ザックザックか。それはありがたいな。よし、巻物もゲット。だから本作るときはそういった感じで作った方がね、楽は楽だよね。自分で書かなくていいし、まあライターの人が喋った内容をきれいにまとめて持ってきてくれるんで、まあそれをね、まあうまいこと後で自分で読んで、まあ書き継なりして本にして出すと。まあでも本を出すからには責任があるからさ、うん、やっぱり変なことを書けないし、間違った情報も言えないしっていうところで、結構そこは責任は重大だけど、まあ、でも早いペースで本が出せたらさ、ね、自分の功績というかやったことにもつながるし、まあ、世の中にもね、まあ、本書いてる人なんだみたいな印象をね持ってもらえると思うんで、まあ、結構そういった仕事のやり方もあるって感じですよね。一から自分で作っていくとなるとめちゃくちゃ大変なんで、本当に。一個ね、夢としてはやっぱ本を書くっていうのは夢ありますよね。だからブログの内容が本になるってパターンもあるよね。落合陽一さんみたいにね。だから落合陽一さんとかはもうブログを書いて、それがまあ本になって、で、そのままね、本当にそう、外れちゃった。一つを引き当てられぬ計にはうっつけか、うん、あれ引き手がいると待ってなかった。そういうやり方もあるよね、本の出し方としてね。だからブログとか書いていくと、それ自体がまた本になるとかね、いうパターンもあるから、まあ、何でもさ、そのやってたものが本になるパターンって結構あるから、完全にゼロだと本にはならないからね。自分で本書くとしたら Kindle とかで出版とかねっていうやり方もあると思うけど、めっちゃダメージ受けてるな、サコン。やべえ、最低強え。よいしょ。 Kindle で書くとまあすぐ出版はできるかもしれないしね、電子書籍のままであれだからさ。よいしょ。
まあでもそれだと書店には並ばないからさ、記念にはならないかもね。あと国会図書館にも入れてもらえないかもね。電子書籍だとね。だからちゃんとした本をさ、やっぱ一冊は出したいよね。生きてる間にね。やべ、杖。おぉ。やべ。さすがに最終戦なだけのことはある。うおぉ、左近、やべ。よいしょ。まあそういったことを考えながら過ごしている人がどれぐらいいるかっていうのはね、わからないけど、まあ個人的にはそういう風なね、あ、レベルマックス長押しゾロ目。うりゃ。いらぬ情けをかけるあたりは好印象だな。負けても恨みこなしって言ったよな。よいしょ。いて、なかったっけ。いや、強えな。久秀や小太郎さんが強いわ。よいしょ。うい、よいしょ。オッケーオッケーオッケー。それ強かったね。さてどうかな。手合わせをいずれ必ず。うん、まだ奥あるね。おいと、さこ、私の我らの博打の相手とは十分秀吉様の代わりになんだろ。お前はうつけだ。とてつもない器のな。さて本物の義輝さんがいると思いますが、足利の室町幕府の将軍様ですよ。足利義輝といえば剣豪将軍。若き息吹よ、運命を明日を作れ。悪いけど俺の明日はもう決まってんだ。この剣の回し方面白いよね。将軍様、いやーかっこいいね。悪いけど俺らのバッチに付き合ってもらうよ。この男はダメだ。惜しいな。うん、これは面白い。何を隠そう、世も博打には目がなくて将軍様、くれぐれもマジで頼むよ。ほっ、言うに及ぶ。楽しんでもらえているかな、友よ。そうだな、ここでも少し趣向を凝らしてみようか。何をするんだ。さあ黒が出たが、俺が天からの申し送りだ。黒き四角を突きホームラン。始まりであるこの男との勝負、私は再びサイを投げてもいいのか。そうなんだ。じゃあますます気合い入れなきゃだな。おい、あら、あ、バンバン張った。私の命を張ってやる。さあ義輝子、もう終わりだぞ。あんたも命をかけて今をつかめ。左近の、ああ、その先に刑事、左近のバサラが見たかったのに。この熱をよ、うん、余は欲していた。さあこれが左近のバサラですね。当てられなかったね。残念残念。お疲れさん。これであんたの昔も払い戻しだな。いい音楽だねこれね。でどうよ、賭けに勝って何か手に入ったか。いや、私にはまだ何もない。ただ、ただ？いや、何でもない。お前がいるって言いたいのか。まあいいんじゃね。あんたはこれからいろいろ手に入れてくんだからさ。
ほれ。これはあんたにやるよ。迷った時の最頼みってのも悪くねっしょ。そんじゃな、勝家。待て、一つ聞かせてくれ。お前はなぜ私を誘った？なぜって、そりゃこれも一つの博打っしょ。なんだよ、人生全部博打で片付けるつもりか。はい、ということで島左近さんクリアしましたね。ドラマルート結構きつかったよ。駆け抜けた英雄、創世の道のり、新たな日の本は一人の英雄により築き上げられた。うん、さあ左近ちゃん4戦目誕生の時をやり、5戦目活躍とともに大博打に臨み、そして6戦目最終戦で義輝を撃破、博打に勝利するということで戦国制覇いたしました。これでね、左近の衣装が手に入ると思うけどね。こいつで掴んだ明日、俺の手で繋いでいくさ。その時代は、うん、さあ新衣装獲得ということで、次回はねアニメルートに向かってね走っていきましょうか、島左近ね。はい、ということで今回はねここで終了したいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等をよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、また次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。